はですね、オボーブっていうなんかマングローブのがいっぱいあるあって、なんかまあ橋とかもあるらしいんで、やっていく。エントランスいくらだろう。ハマジだ。エントランスフィー50ペソ。50ペソで入れるそうです。行こう。カヤック150だって。行こう。This is my money. 36.4. 36.3. めちゃめちゃ徹底してるね。あ、これこれ。今のところちょっと天気も悪いし、カヤックとかも借りたいけど、俺もカヤックしない。ああ、でもあんな感じで泳いでるね、みんな。でも水きれいだね、今日濁ってるけど。うん、水はきれいだな。これどうなんだろう、永遠に続いてんのかな。じゃあ実際に行こう。下は全部竹だね。竹で、まあ、全然高くないけど高所恐怖症の人きそうだね。なんか魚とかいないかな。あれだね、あれが一応マングローブだね。レストランもあるね。これあれなんだね、みんなが写真撮るやつだね。これみんなあの角度なんだろうね。レストランも良さそうだね。ステーションホールだって。あ、すごい。すごい。あ、これ長いんだ。お、オンジョン、いい感じよ、これ、マングロー。なんか最初のチェックポイントじゃないけど、キャンプサビなんて読むんだろう。またここからちょっと道が細くなって、まだまだマングローブが続くみたいです。でもかれこれ5分ぐらい歩いてんじゃないかな。とりあえず景色はそんな変わんないね。本当にマングローブ大好きな人はめちゃめちゃ好きだと思う。なんか途中のところで多分櫓かな、あそこ登って景色いい感じみたいなのと、なんかあ、フィッシュフードってあるよ。ちょっとやってみようかな。行こう。5ペソで買えるらしいよ。 Can we go up there? 上に上がるらしいよね。そうか、5ペソだね。あれ10ペソ。これは上から投げた方がいいよ。あ、でもしっかりしてるわ。ボブハウスと同じぐらいしっかりしてる。あ、しっかりしてるね。
ああやって船やってる人もいて、あ、こうやって海には開けてんだね。じゃあ俺は魚の餌投げていくわ。ほら、いるんだよね。見えるかな。投げてみるって感じですか。じゃあ俺がしっかり行くよ。こんな感じ投げていく。えぐっ、おお見えるかな、チャポチャポしてんの。さっきね、あの上からだと見にくかったんで下からやってく。ほい、さあ、魚は反応するのか。何も反応しない。じゃあ、ガーフィッシュみたいな顔してんな。あ、これは絶対食いつきいいよ。行くよ、行く。やば、この餌、え、なんかこの餌どこに入ってんじゃないの。ピック、これ目指す。お、海が見えてきた。めちゃくちゃ長いな、このアトラクション。開けていきたいんですけど、見て分かる通り、雨がめっちゃ強くなってきて、普通に今絶望してます。でもやっぱ綺麗だね、海は。じゃあ行く。大丈夫だ、余裕だね。一回ジャンプしてみてくださいよ。おお、気持ちいい。すいません。おお、ちょっと今折り返し現場で、さっきとまた風景が変わって、なんかもはや竹みたいになってるんですけど、なんかあんま風も通らず、書いてあるわ。はい、ということでね、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、まあ、総評すると、まあ、マングローブをただひたすら見たい人は絶対来た方がいいですけど、まあそんなことないよって人は別に大丈夫かなっていうスポットでした。まあ、けどね、50ペソだし、やっぱ気持ちよかったんで、なんかリフレッシュなんでね、バンテナに来る際はもしよかったら遊びに来てください。バンタヤンの、なんていうの、繁華街的なレストラン街かなに来ました。で、まあ今飯食い終わった後なんで、今からまあデザート的なもの探していく。まあ、でも雨降ってきたんで手短に行こう。やっぱセブシティと比べると物価は安いですね、こっちの方が絶対で。あのチェーン店とかが全然ないですね。ジョリビーとかもないし、セブンイレブンとかもないし、全然ないです。であとタクシーないんでびっくりですね。もう全部トライしてくるんです、ああいう感じので。 ATM も多分まだ2つ3つぐらいしかなくて、銀行も2つぐらいしかないです。
マーマシーも今のところこれしか見たことないですね。なんでこれからの未来がめちゃめちゃ楽しみな島。これがバンタヤン島のスグモメルカド。パンケーキじゃん。パンケーキある。タピオカ。カロカロ。さあ、ウサクッキーアンクリームアンウサバニラ。ウサクッキー。ウサラウサ。ということで、アイスクリームが食べたくなったんで、アイスクリームを出していく。めっちゃ溶けてない？クリームさ、もうちょっと白くね。食べていく。クッキークリーム、でも牛乳系にクッキークリームの素を入れて混ぜた味。